36番で監督キラモノを続けていきたいと思います。今日は補強をやっていきたいなと思います。で、前回の動画が多分29日、この1月29日ゲーム内のね、日付だったんですけど、そこから動画外で、4時間、残り時間、移籍最終日の残り4時間まで進めたんですけど、そんなに進展がなくて、バレリーがチェルシーへの移籍、レンタル移籍が決まったぐらいですかね。それ以外は全く動きがなかったんですけど、前回の動画でずっと言ってた中盤の選手を獲得しに行きたいなというふうに、なんでムヒタリアン、グラナダインだ、びっくり。なんですけど、とりあえず候補者リストいきましょう。はい、でまず、1人目、今日2人出るんですけど、1人目、サンガリ取っていきたいなと思います。まあ、前回の動画でソシエダとやってね、その時に転勤をやった選手で、まあ、スカウト指示間に合ってないんですけど、まあ、そういうところでも決定的に、あ、この選手取りたいなって思ったので、サンガリ取っていきたいなと思います。まあ、ちょっとまだね、どういう能力値なのかが見えてないんですけど、まあまあまあ、まだローテ要因的な感じで取ろうかなと思ってるので、まあ、そこまで数値も低くないとは思うので、獲得このタイミングでもしちゃおうかなというふうに思います。トレードで出したいから、アルバレスをトレードで出そうかなと思います。まあ、ちょっとソシエダさんにもね、お世話になってるんで、でいけるかな。お、もっと下げていい。でこれどんぐらい下げていいかが分かんないんだよな。これでいけるかな。ケース微妙。あ、いけた、分かった分かった。獲得決まりましたね。まあ、一応違約金よりかは少ない額かな。まあ、そのアルバレスの市場価値と合わせても、まあアルバレス結構スタミナが90超えてて、万能な選手、センターバックもできてかなり優秀なんですけど、ちょっと今シーズンなかなか使えてなくて、でマリパンも取ったので、センターバックもよく知るとかもできるし、まあ、6人ぐらい今いんのかな、センターバックできる選手は。まあ、なので中盤増やしたいっていう中で、ちょっとアルバレスがまた多分起用できないかなと思ったので、まあトレードで出しちゃいました。そして、え、給与いくらなんだろう。やべ、全然考えてなかった。まあ、これは単純に自分が3ガリにいくら出せるかっていうのを考えよう。2万、あ、10万にして、ちょっとボーナス高めにすればなんかいけそうな気がする。で5点取ってくれたら10万。これでいけないかな。給与高いのかな。いや、大丈夫だと思う。2万なら出せる。あぶねえ。2万2000円、これでいいや。 OK、まあ、いい感じにできたのかな。なんとなく、まあ、ドンピシャ、ピタリ賞だったか分かんないですけど、まあ、それなりにいい感じで交渉ができたのかなと思います。ということで、サンガリは獲得できました。ということで、2人目の、中盤の選手獲得しに行きたいなと思います。まあ、動画内で、前回動画内でズベルディア、同じソシエダのズベルディア取ろうと思ってたんですけど、ちょっと変更しました。どこだ、あ、いた、グエンドゥジ取ろうかなと思います。ゲンドゥジ、グエンドゥジ、なんかいっぱい名前があってわかんないですけど、まあ、僕はグエンドゥジで最初覚えたので、グエンドゥジって呼びます。まあ、ここなんか正式名称みたいなのあったら、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。でグエンドゥジ取っていきたいなと思います。なんか今回の冬の補強の時に、そんなになんかこの選手獲得してほしい選手いたらコメントくださいみたいな感じをちょっと大々的に言ってなかったと思うので、まあ、なんか独りよがりな感じになってしまうのもあれかなと思ったので、コメントでね、いただいたグエンドゥジを取っていきたいなと思います。まあ、かなり優秀というか、だいぶ優秀なので、まあもう何も言うことはないですね。まあ、最近ちょっと高っ、まあ、週休の折り合いがどうつけれるかみたいなところはありますね。多分クラブチーム内最高額になると思う。まあグエンドゥジ結構なんか最近ね、まあいろいろあったみたいなんですけど、僕はあんまり知らないというか、そんなになんか見てないので、どういう感じなのかっていうのを、だから別に特に何も言うことはないんですけど、僕は単純に能力が好きなので取るっていう、それだけですね。4450万。ほいほいほい、おろー、5500万で、ボーナス 3%。 これ多分考えますみたいに来るんだよ。うん、まあちょっと待ちたいなと思います。はい、来ました、6470万で、ボーナス 10% っていう、そうですね、最高賞。
高いな。高いけど、まあもうラストハーフシーズンだもんな、残りレバンテでは。だからまあ奮発してもいいかな。無理だなこれ。多分次の次でミスったら多分もう多分失敗するから、これでいけないか。 OK、 6300万、だいぶ高い。あ、いけんのか。だいぶ差が、え、半分ぐらいじゃん。全然これでいい。え、ラッキー、めっちゃラッキー。そんなんでいけんの。どんだけどんだけアースナルから離れたかったんだっていう感じじゃん。あ、そっか、ロリアンか。なんか最近移籍してきたのか。全然生え抜きではないね。ごめんなさい、知識不足で。そっかそっかそっか。はい、ということで、サンガリー、グエンドゥジーの獲得できました。だいぶ大きな戦力アップになったと思うので、まあ、しっかりこの2選手をね、うまく起用していきながら、残りの半年、ハーフシーズン戦っていって、まあ、どのね、コンペティションも残っているので、まあ、スープレコボも取ったし、リーグ戦も取りたいですし、CL も取りたいですし、カップ戦も取りたいですので、しっかりここからまたギア上げてね、戦っていければいいかなと思います。それでは今回これで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。以上です。ありがとうございました。